どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。というわけで今回も黄昏壊滅日記、日記じゃねえわ。どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。というわけで今回も黄昏壊滅計画やっていきましょう。ってことでですね、開幕からもうえらいことになってますけど、はーい。あのですね、今回ヒドラをね、こういろいろな方法を使ってこういろいろやったんですよ。はい、なんやかんやでいろいろやったら、TNT のなんていうの、処理が重すぎて録画ソフトが固まって失敗するっていう結果になって、まあ今ヒドラがもう首がなくなってただダメージを食らってるのに、まあ、ずっと生きてるっていう謎の現象に陥りました。はい。というわけで取れてなかったんで、もう一回ヒドラをこれにしようかなっていう感じで今回やっていこうかなと思います。ってことでまた新しいねヒドラをね頑張って探したんですよ。だからそっちに行きたいなと思います。というわけで、ヒドラのところにまたやってきました。で、前回何やったかっていうと、このねグラビティ TNT ってやつがね面白いんですよ。これなんかこの TNT 発火させると、なんか爆発するまでの間に敵とかをこう引き寄せるんですよ。で、引き寄せた後にそいつを飛ばすっていうアイテムなんですけども、来るかな来るかな、来た来た、俺も捕まっちゃった、待って、俺も捕まった、最悪最悪で、これでですね吹っ飛ぶんですけど、こうヒドラがこんな感じでね吹っ飛ぶっていうね、はい。すごい絵じゃない。なかなかシュールないだよね。首めっちゃ伸びる伸びる伸びるってやんだよ。で、それでですね、なんか知らないんけどヒドラね、落下耐性があるのかわかんないけど死なないんだよね、全然ダメージ食らわない。で、なんかいろいろやってたら案の定ハマってあんな感じになったんですけど、まあ、今回は、まあ、TNT じゃなくて新しいモッドを導入しました。僕は見てください、このトルネードですね。トルネード、台風使ってヒドラ飛ぶんじゃないかなっていう感じで、ちょっとヒドラ飛ばしていこうかなと思うんですけど、竜巻モッドの使い方が分かんなくて、黄昏の森でもしかしたら使えないんじゃないかなっていう、なんかいろいろね、なんかこのなんていうの、テキスト欄にいろいろ出てるんだけど、なんかね起きないんだよね竜巻が。これどういうこと。こちらのねザ・レボリューションっていう TNT を爆発させると、TNT がなんかすごい数の TNT がこう吹っ飛ぶっていうね。まこんな感じでね、こう壊れていく様を見ていこうかなっていう感じで、これ長いんだよね、これすごいよね、これ何個爆発してんだろう。普通に500個ぐらい爆発してんのかな。でも意外とそうでもないのかもしんない。あ、ヒドラ倒せそう。なんかさ、前回やった時ヒドラ全然体力減ってなかったのに、今回は減ってる。やっと。あ、首増えてるし、しかも。で、このさ、なんか、ヘルズゲートってやつ、これ地獄の、ヘルってことは地獄だよね。地獄のこうドアが開くということで、このね、行きます。これを爆発させたら多分きっとヒドラもさすがにやられるでしょう。さあ、どうなる？うわ、めっちゃ火出てる。これどうなんの？え、めっちゃやだ。ガストの、うわ、やばい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 。ガストの声すごい。あれ？ヒドラ止まった？え？これどうやってる？なんかガストの声めっちゃ聞こえるんだけど。あんま強くなさそうだね。てか、3連続であんまり TNT を使いたくなかったけど、次回は、津波モッドとかも使えるのかな？じゃあ、津波モッドと魔法モッドを導入予定なんですけど。ちょっと使えるのかどうかね。うわ、待って、すごいことなってる。え、待って。待って、あ、ヒドラが、ヒドラさよなら、さよならヒドラ。ヘルズドアってそういうことか。ネザ、うわー、なんか、なにこれ、どういう状況。なんかすごい溶岩が生まれてきたんだけど。どうなってんの。あ、でもヒドラ炎吐くし効かないのかな、やっぱり火炎耐性ありそうだし。じゃあ助けてあげよう。ちょ、グラビティ TNT でこう吹っ飛ばして、こうグラビティ TNT で吹っ飛ばしてさ、ちょっと助けてあげようぜ。壊れた。ちょっと待って、壊される、こいつに。こいつに壊される。この辺に置いて、で、爆発させて、さよなら。さあ、ヒドラ、助けてやるぞ。多分この辺にいれば大丈夫なはず。ちょっと場所が悪い、場所が悪い、場所が悪い。さあ、さあさあ、ちょ、浮く瞬間、そんな浮かなかった。そんなに浮かなかった、今。ピョコって感じ、今飛んでったよね。おやっぱあれなんだな、これ溶岩になんか捕まっちゃって全然飛べないんだよね。こいつを助けて今日は終わりにしよう。壊滅してないけど、助けちゃダメだろ。助けて
飛んだ瞬間をこう目撃したら終わりにしたいんだけど、じゃあなんか今度はなんかヘルズゲートに対してヘブンズゲートっていうのがあるから、まあ、天国へのドアを見せれば助かるんじゃないかっていうことで、これをね爆発させてみようかなと思います。さあどうなる、さあどうなる、地獄みたいなやつが出てきた後に天国、さあ、お、爆発音となってるよ。何ができるかな今度は。ヒドラめっちゃ困ってるけど。ああ、何何、え、何、あ、水になった、あ、え、そういうことそういうのができんの、なんか、うわ、ちょ、閉じ込められる。もうヒドラ見えなくなっちゃった。あ、ちょ、もうどこ行ったか分かんなくなっちゃった。もう、よく分かんねえよ、これ。まあ、よく分かんないから、とりあえず、地獄が完成したということで、上からダイナマイト落として終わりにしようかなと思います。さよなら。多分これで一発でしょ。ダイナマイト、全然知らねえ。え、ダイナマイト効かないんだ。すごいね。ちょっとダイナマイト投げまくって、ちょっと、倒そうかなと思ってるんだけど、ヒドラ、なんか意外と強くない？え、なんか、黄昏最強ボス説あるんだけど、あ、すごい。ダイナマイトの力であっちまで吹っ飛ばせる。趣旨が変わってきちゃった、なんかヒドラを助ける企画になってきちゃった。あ、オッケー、なんかすごい、ヒドラ助けられた。ダイナマイトでご了承したら、こっちまで助けることができた。ちょ、もう一回だけあっち飛んでてくんない？オッケー。よし、あ、やばい、もう体力的に死んじゃうヒドラが。待って、最後にグラビティ TNT で吹っ飛ばして終わりにしよう。綺麗に終わろうぜ。よし、はい、で俺は逃げるから、よし、ヒドラ行け。さあ、空中に飛んでくれヒドラ、来るか、来るのか、もう許さねえわ、もう許さねえわ。多分別映像できっと流れてるだろうけど、これで終わりにしよう。すごい地味な絵面になってしまった。いやー、まあ次回は津波モッドと魔法モッドどっちか入れて、多分魔法モッドの方入れるかな、を入れて、ダークフォレストをねぶっ壊していこうかなと思います。てかさ、ダイナマイトめっちゃ便利じゃね。ただ投げるだけでさ、もうひたすら爆発できるからね。めっちゃ便利だわ。というわけで以上で今日の黄昏壊滅計画終わりたいと思います。なんかパッとせずに終わっちゃったけどごめんなさい。次回あるかわかんないけど、よろしくお願いします。では、じゃねばい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。